成長していただきたいもんですね。はい、じゃあちょっと次行きましょう、はい。クラスメイトネーム千春さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、だんだんぐらる、だんだんぐらる、いきなりですが聞いてください、うん。私はたまに眠さに勝てず力尽きてリビングで寝てしまいます、うん、そこまではいいのですが、うん、その後が問題なのです。泣き、お、私は記憶がないのですが、母親が言うには、私を起こすといつも突然上半身だけ勢いよく起こし、周りを見渡し寝てしまうらしいのです。寝るの怖えな、おい。なんだろう。特に聞いて驚いた行動は、突然起き出したのですが、その後に台所まで行き、なんとボールを机にセッティングし、ボールってあれだよね、あのキッチン用品だよね、うん、で冷蔵庫から卵を取り出し、ボールに割り、菜箸でかき混ぜ、母親にんって言って渡したらしいのです。なんだそれ。その時た卵はちゃっかりとお弁当の卵焼きに使ったらしいですわらわらどうしたらよいですか。そしてカチさんとベシさん、皆さんそんな経験ありませんか。助けてください。彼氏一生できない気がします。それは関係ねえんじゃねえかそれは関係ないな、関係ないな。あー、でもなんかね、友達にいた、こういう子。あ、そう。あとうちの妹もそんな感じ。パッて起きて、うん、あの、起きろって言って、なんかちょっと風邪ひきそうだからさ、冬場とかこたせ寝ちゃったりするじゃん、うん、起きなっつって、寝るならちゃんと寝るとこ行って寝ろって言うんだけど、うん、そしたらなんか、うんで起きて、うんうんってまた寝るみたいな。眠さに負けちゃうんだね。そう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 。でも卵とかすごいな。それ動いてるか、それ寝ぼけてってことでしょ。はあ。でも寝ぼけてよう卵割れるねって思うけど、なんかくしゃって言っちゃったんじゃない。もう本能だよね。すごいね。料理とか手伝ってんのかな、いつも。だろうね。うん。で、してるからだろうね。だって条件反射でこの行動できるってことはきっとそうだよね。そうですね。すげえな。これはでも逆にすげえと思うよ。寝ながら私、卵が溶けますみたいな。まあ、とりあえず誰にも迷惑かけてないからね。いいんじゃないかな、うん。ちゃんとね、あの、お弁当の卵焼きになるしね。これはいいんじゃない、まあ、ただ冬場はね、気をつけないと風邪ひいちゃいますから。そうだよね。はい。気をつけてください。さあ、そしてもう一ついきますよ。あんみさん。